デスサンさん、米山香マは日本の女子プロレスラー。JWP 所属時代2010年7月18日に JWP 無差別級王座を獲得した米山はリングで米山革命を宣言して JWP 低迷脱却を目指した。米山は JWP 王座の価値を高めるため挑戦者をあえて JWP 所属選手以外に限定してアウェーにも 積極的に乗り込んでいる。中でも9月19日、新宿フェイス大会での桜エミとの2度目の防衛戦は、桜からの提案で1980年代から1990年代にかけて盛んに行われていた紙切りマッチとなり、桜を丸坊主になった。また9月23日には1日に防衛を果たして6度目の防衛戦は、 ユニオンプロレスなる男子中心のプロレス団体で、それも肌上げ5周年記念大会でメインイベントに抜擢されるなど女子プロレス界では異例尽くしのチャンピオンロードを歩みついには春山佳代子の持つ防衛記録を更新している。一方、米山革命は他の JWP 所属選手にも影響を与えている。主なものとしてがある。米山革命を機に JWP 全体で 女子プロレスの活性化を図る動きが盛んになった。しかし、この米山革命に批判の声もあった。2011年3月21日、大阪女子プロレス、大阪南ムーブ、オンアリーナ大会で、下野沢子と防衛戦を行うことに対して3月2日の会見で、レオンが異論を唱えて4月3日の米山とのシングル戦をタイトルマッチにすることを要求。 その際に、米山は、四死の穴工業の成果など条件を提示して満たせば、考えるとコメント。その板橋グリーンホール大会でレオンは条件を満たしたことで、タイトルマッチが実現。3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震も少なからず影響を与えている。2011年12月23日、昼に開催した、後楽園。 ホール大会での春山戦をもって引退するはずだった、米山が引退セレモニーの10カウントゴングの途中で、引退撤回という前代未聞の騒動を起こした。試合前の記者会見では、春山から引退したくないでしょと諭されていた。大会翌日、引退撤回を重く受け止め、ボリショイと米山が記者会見を開き、引退発表から引退試合までの JWP、 全工業のチケット払い戻し、本人から対談の意向を受けるが、団体側は拒否したことを発表した。これにより、引退ロードのチケット払い戻しなど会社に損害を与える結果となった。また、この騒動の影響で、大会終了時間が大幅に押して、夜に開催される新日本プロレスの開始時刻が遅れる事態に発展。この日、 新日本に参戦した海援隊土壌の高道の区代表が JWP 及び米山を球団。JWP の引退スキームの整備が行われることとなった。スターダムでアーティスト・オブ・スターダム王座に挑戦した際に米山と初日の出仮面の米日の出を筆頭にしたタッグチーム。パートナーは米山と初日の出仮面の双方の友達限定。ワイムズは 米山香織が中心となって、プロレス工業を開催したり YouTube で活動するユニット。現在の名称はワイムズご機嫌なプロレス。Z は Z とは読まない。女子プロレスラープロレスラー。ありがとうございます。